内県内の自宅待機というのが出ておりますので、この広報についてもお待ちといたしましても、自動広報の課で、と地元の消防団等にも協力を得て、広報して、今現在終わった段階でございますので、また朝になる場合にはどのような電話問い合わせがあるかちょっと今わからないんですが、今の段階ではそのような状況が多いようですね。そうですね、まだなかなか今後のことは分からないと思いますが、とにかく安全が確認されるまで、屋内に待機と今もお伝えしたんですけれども、さらにこの今後の対応といいますか、少し眺めてみた対応についてはいかがお考えでしょうか。そうですね、今の今後の対応につきましては、やはり県国あたりの指示を待ちながら対応しなければならないので、今現在はそのような対応を県の指示に従って対応して